さんこんにちは、こんばんは、白金レオです。今回なんですけど、八百万桃を解説していきたいと思います。このキャラクター体力もそこそこ多いし、攻撃性能もかなり高いので、個人的にはかなり気に入っています。今回もね、解説からの試合動画という流れでいくんで、ぜひぜひ最後まで見ていってください。はい、1つ目、特殊アクション八百万ラッキーバッグ。これは何かっていうと、アイテムを4つ生成してくれるバッグを出すんですよね。で、そのバッグの中身っていうのが個性特性レベルアップカードとか、あとね、 GP 回復とか HP 回復とかの回復アイテム等のサポートアイテムをもらうことができます。そのバッグの中からね、なんか攻撃性の何かが飛び出すということはないです。ただね、これめちゃくちゃ便利なんでね、結構いいです。はい、では個性解説。個性アルファ、超長発射、ドンキを創造し前方に振り回す攻撃。こちらなんですけど、一発当たるだけでひるみが入るので結構強いです。そして個性ベータ、クリエイト金城鉄壁、敵の攻撃を防ぐ盾を創造する。盾は時間経過が一定量のダメージで消える。長押しで盾を構えて突進攻撃を行う。いや、もうこれがぶっ壊れてるんですよ。これ本当にぶっ壊れてるんで、マジでやばいです。でもうね、後で解説しますね。では次ですね。個性ガンマ、クリエイト砲炎弾雨。その場に大砲を創造し弾を放つ。弾は放物線を描き、花火のように爆発。カメラ方向へ照準を定め、一定間隔で発射する。まあ大砲ですね。で、一回これ3発発射してくれる大砲で、まあレベル4、レベル9で弾数アップしますよっていう感じです。では実際に個性見ていきましょう。個性アルファがこんな感じに、一発当てるとね、このひるみ状態になります。で、3発当てると吹っ飛ぶっていう感じになっています。緑谷くんでも試してみましょう。1、2、3発目で敵が吹っ飛びますよっていう感じです。で、個性ベータですね。こちらが結構ぶっ壊れてます。盾を構えてからこんな感じに突進します。で、これね、今前方の攻撃を全てガードしています。で、しかもこれ前方だけじゃなくて、なぜか後方もガードできてたりするんですよ。なのでこの状態の八百万さんはほぼ無敵みたいな感じです。で、最後にこういう感じにシールドを展開するっていうことですね。はい、個性ガンマですね。個性ガンマは結構長距離射程の大砲です。そこそこ遠くまで行けますね。放物線描いて飛んでくれるんですけど、やっぱり当てるの若干難しいっていう感じですね。まあ敵の角殺なんかに結構使えたりします。はい、放物線描いてますね。1発目が低くて、2発目が中距離で、3発目が長距離って感じになっていますね。なのでね、別にこういう手前に設置しても2発目ぐらいで当たってくれるって感じなんですよね。ほら、当たってくれる。では、ももちゃんのね、立ち回り解説していきたいと思います。基本的にはなんですけど、やることは一つで、盾を構えて敵に突っ込みましょう。この状態、ブルドーザーです。で、もしダウン取ったら、そのままね、ブルドーザーのまま引き殺していきます。はい、これでね、引き殺すことができるんで、もうマジで最強格です。で、格殺に関しても結構簡単にできる、することができて、アルファがね、結構格殺性能高いんですよ、こんな感じにね。はい、高いです。で、このね、盾を使って敵に突っ込んでいって、ちょうどいいところで設置して敵にアルファで攻撃するとかで、死んだらガンマ置いとくとか、ガンマ適当に置いとくとかね、こんな感じでもう格殺入れちゃうんで、もうかなり強いです。いや、もうめっちゃ強いです。というわけで実際の解説いきましょう。これでベータ上げしていこう。敵はいません。ここは危ないわ。用心してね。全部ぶっ壊していこう。いる？こっち敵。俺も入ってる。待って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 、オールマイト先生、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 飛んだ、先生、違う飛び方それ多分。先生、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 僕結構しつこいっすよ。先生、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 次アルファ上げしていこう。大丈夫か仲間、我が仲間。あ、これ食らうのか。やばいやばい、これ強い強い。剣道さん強すぎるな、ちょっと。いた、お茶子は得意よ。お茶子得意絶対。お茶子はいける気しかしないわ。お茶子ー、剣道ー、パシ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 、はいはいはい。最低だろこの技。マジ最低だわ。でアルファ上げてこう。で回復、全体回復力か、これもうね、怖いんで。セメントやだな。
ほんなんね、適当にベータやっていけばいいのよ。先生、あ、トドロキ来た。トドロキ、トドロキキラー。はい、緑や、緑やキラーでもある。で、一旦これちょっとくるくる回っていこうか。あ、トドロキいる。トドロキ、トドロキ引き殺して、セメントスも引き殺していく。で、トドロキももう一回引き殺していこう。トドロキ、トドロキ、トドロキ、トドロキもう一回引き殺して。いや、危ない危ない、トドロキ、トドロキ危ない、そこそこ危ない、トドロキ。緑は大丈夫か、緑は、緑危ない、そこも、そこも危ない、そこも危ない、そこも危ない、緑危ない、危ない危ない、緑危ない、緑事故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 、危ないやばすぎるこれ。これ大砲どうなんの、範囲どんぐらいなのこれ。そんな大砲、まず来た、しがらき、ちょ危ないかもこれ。ついちゃんいね、ついちゃん、待て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 、はい、しがらきもう一回行くよ、もう一回行くよ、もう一回行くよな、お前それ、もう一回行くよな、お前しがらきもう一回行くぞ、お前それ、もう一回行くよな、もう一回行くぞ、しがらき、待て待て待て、危ない危ない、そこ危ない、そこ危ないんだ、しがらき結構。これ大砲でいいや、大砲。あ、しがらき危ない、そこ、そこ危ない、しがらき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 、つーちゃん、つーちゃん、つーちゃん、そこも危ない、そこも、ちょ待て、つーちゃん待て、お前待て、お前、あ、ちょつーちゃん、そこ危ない、つーちゃん、そこ危ない、そこ危険、危ない危ない危ない、もう一回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 、どこ行った、危ない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 、あ、危ない、爆、危ない、そこ パシ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 、ちょ待て、爆を逃がさん、プルスケヨス、やばい、やめてやめて、痛いな、やだ、やめて、プルスケヨスなんて、はい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 、ね、もうね、もう通常が強いですね。危ない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 、これが八尾桃か。八尾桃誕生、失礼します失礼します、はい、失礼します失礼します、危ないです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 、八尾桃誕生、危ない危ない、そこ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 危ない、全部危ない全部危ない、危ない、でもさ、大砲で決めておこう、大砲で決めて、ブーン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 、あ、どういった、しがらき、あ、しがらきしがらき吹っ飛んじゃった、どっかにしがらきどっか行っちゃったよ、どこ行ったの、しがらきは、危ない、ブーンブーン、あとしがらきがこっちに転がってったじゃんみたいな、あ、しがらきマジどこ行った、あ、いた、しがらきだ、ブーン、しがらきくん、しがらきくん、フルスケールって怖い、ブーンブーンナイス、ジジイもうひどすぎるわなんだこいつマジでひどすぎるわマジでジジイ終わってるわこれ、終わってるわ本当に終わってるわ本当、いやもうもうマジで終わってるわ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回はヤオモモを使って15キル8000ダメージ取ってきたので、そちらをね、動画として見ていこうと思います。まあ、もちろんね、解説も入れていきます。まず初動なんですけど、ヤオモモはね、基本的にね、最初からアルファもベータも強力なので、ガンガン戦いに行って大丈夫です。さあ、スーちゃんがいたので、ここアルファで牽制、アルファがね、もう一発でひるみ効果があるんで、もう牽制としては最高ですね。で、下で攻撃してきそうだったので、ここベータで弾いてあげる。で、スーちゃんが逃げてるんで、大砲を一発設置して、これでもう逃げるんで、ここでアサリを入れていきます。まあ、逃げた時わざわざ追う必要ないですね。
はい、というわけでね、ある程度落ち着いたんですけど、右側からね、この後デクが攻撃してきたんで、しっかりね、ベータで詰めていきましょう。詰めるときはね、基本的にベータで行った方がいいです。正面の敵全部無効化してくれるんでね、攻撃を無効化させる効果があるんで、ね、かなり強いですよね。で、起き上がりはクロムチルに用途したことをしっかりアルファで決めて、ここガンマ設置で、ここひるみ狙いね、ひるんだんで、こう、近接攻撃入れて、しっかり仕留め切っていく。ナイス。で、獲得いるとき、このベータをね、使うとめちゃくちゃ楽なんでね、皆さんぜひ真似してみてください。さあ、セントラルをうろついているのは爆豪がいたんでね、ここね、しっかり立ててね、引き殺しに行きます。一撃150ダメージが今入るので、ちなみにどの敵も一撃でね、ダウンから起き上がった時ね、だいたい150ぐらいの体力ね、大体の敵は一発で落とすことができますね。で、爆豪くんを追いかけていきましょう。で、これ一回ね、ガンマの大砲を入れてから、上から爆豪に奇襲射撃で一発当たったね。で、これでね、盾前で追いかけます。頑張って逃げようとしてるんですけど、もう特殊を切っちゃったんだよね。逃げ切れませんよね。で、ここでプルスウルトラ使うんですけど、関係なくね、攻撃の瞬間アルファで落としてあげて、この後ね、ハウザーインパクトを盾で返すっていうね。もうね、ひどいんだよ、このキャラ、本当に。もう何もかも無効化するんで、本当ね、もう、敵がかわいそうになるような感じなんですよね。で、ここしっかりフィニッシャー決めて、シールド回復させていただいてね、GG というわけで。さあ、雷くんがいたのでね、その雷くんに対して盾で突っ込もうとしたんですけど、なんとね、弾き返されました。これびっくりしたわ。で、このね、この後のね、ただね、雷のね、アルファに対してはしっかり防ぎ入ってますね。もう大体の攻撃は防げるんですけど、唯一塩崎さんの攻撃が防げないみたいな感じですね。まあ、イーダの蹴りとかもワンチャン防げないのかな。相打ちになりそうな感じしますね。やっぱ剣道ちゃんの、あとそうだ、剣道ちゃんも弾かれますね。なので、こう、意外とね、アンチキャラに対して無力なところはあるんですけど、それ以外のキャラに対してはめっちゃ強いです。さあ、引っ殺していきます。なんかね、飯田くん狙ったら、おしゃこちゃんが突っ込んできたんでね、たまたまうまく引っ殺すことができましたね。で、しっかり隠せてようとしたんですが、これ飯田がちょっと歯向かってきたんで、ここもシールドで、ね、飯田を縛いていきます。俺、で、飯田を角はめしていって、やっぱ飯田はちゃんとね、教育しないとダメですね。飯田っていうのは、やっぱ飯田っていうキャラは、もうほんとちょっと粉まいきなんで、やっぱりしっかりね、こう縛いていく。大事ですね。で、ここでね、霧島が覚醒したんですけど、アルファで、ね、3発当てればね、基本的にひるむんで、3発当ててから、その後ね、ベータでね、引っ殺していきます。まあ、霧島くんね、もうこれもう終わりですもん。角はめできるんですよ、このキャラ。マジひどいんですけど、角はめして、これ室内とかだともう何もできないんですよ、できない。味方ダメージ食らってるんですけど、この盾が僕にあるんでね、ダメージ食らえません。で、霧島くん最後ね、アルファでダメージして逃げるしかないっていうね。もうほんと、ヤオモモはね、近接キャラクターキラーでもあり、中距離キャラクターの弾も無効化できるんで、最強レベルですね。さあ、終盤戦が始まりましたね。こっからはもうほぼノーカットでいこうと思います。目の前に爆豪がいるんで、まずねしっかりベータ決め切りに行きます。で、左がね、左で飯田が思わせぶりな行動を取ってるんで、この飯田もね引きに行きます。で、そしたらね、爆豪後ろから撃つんですけど、これ今ねバグで、なぜか知んないけど、ヤモも後ろの攻撃も食らわないんですよ。たまに食らうんですけどね。で、目の前に別の爆豪いたんで、これアルファで決め切っていきます。で、これはねベータで獲得する、ベータ獲得するべきなんでね、一旦緑谷くんがねちょっと誘ってきたんでね、しっかり引きに行って、もう一発当てて2発当てていく。まあね、一人引いた後もう一人別のやつに行って、また元の敵に戻るのが結構おすすめです。そうするとね、ダウン直後の敵に、ね、当てることができるんでね、結構おすすめな戦法ではありますね。で、目の前にいろいろいるんですけど、とりあえずベータのクールタイム待ちたいなと思ったら、緑くんにたまたまねアルファが当たったんで、しっかり仕留めいきます。で、ここね、セメントスがちょっと活気ル奪おうとしたんでね、一旦ね当たり合いしてから、もう一回ね緑くんに対して当たり合いしていきます。で、2発3発と当てていって、おちゃこちゃんがいたので、これもしっかり引き殺していきますね。まあ、結構ヤオモモのやばいところは、適当に走っててもなんだかんだ当たってしまうところですかね。で、ここに敵がいっぱいいたので、とりあえずね、角切れ入れてから飯田くんに対しても引きに行きます。もうね、飯田くんなんてね、ほんと超余裕なんですよ。ほら、このゲーム攻撃した瞬間ね、無敵状態が解除されるんで、基本的にね、この盾で敵の近くにいれば絶対に当たります。でね、まあ適当に追いかけるのもありなんですけど、まあ正直僕的には、まあ、適当に追いかけるんじゃなくて、敵の進行方向に向かって走ってあげるというね。今ね、もうこれローリング絶対してくるなってことを狙いましたけど、ちょっと外しちゃいましたね。で、一旦ね、こう、爆豪を追いかけていくんですが、セメントスがいたので、ターゲットセメントスに変えたら、セメントス一発で落ちましたね。で、もう一回セメントスアルファで倒しに行きます。で、かっきりしっかり入れて、ベータのね、クールタイムも回復しましたね。今ね、これ、ヤオモも正直必須レベル、もう修正必須レベルで壊れてて、ベータのクールタイムが早すぎるんですよね。皆さん現状のヤオモモについてね、どう思うかね、ぜひコメント欄で教えていただければと思うんですけど、僕は正直ぶっ壊れレベルだなって感じています。
で上で爆豪くんが撃ってるんで、これもしっかりねベータで引きずりに行こうと思います。でこのね屋根上壊すのも結構早いです。ヤモモは、はい、壊れましたね。めっちゃ早いんですよね。どうにかこうにか爆豪に一発当てて下に降りてしまいましたね。ちょっとね上ポジもう一回取り直そうとかなと思ったけど、目の前で味方が襲われてたんでね、これしっかりね爆豪は倒れてたんでね、角切りでに行きます。でとついでになんか飯田くんが巻き込まれたので飯田くんもねしっかり当てていきます。でやっぱ起き上がり際のアルファがめちゃくちゃ強力で、これプルスブルータルでねこの後逃げるんですけど、もうねここの状況逃げるしかないんですよね。アルファがひるみが入る、何回も説明してるんですけど、アルファでひるみが入るんで敵からしたら逃げる以外の選択肢が取れなくなっちゃうんですよね。特にこういう兵所とかビルの間でめっちゃ強い、まあ、ただ唯一の弱点っていうのが上ポジに対して何もできない、こうやって登っていくしかないっていうのが唯一の弱点ですね。で敵に対してもう一回プレッシャーをかけに行きましょう。これね必要に追いかけていきます。やっぱり、ね、追いかけられるだけでプレッシャー感じるんですよね。で飯田くんが逃げているんですけど、これもね縦展開しながらしっかり追いかけていきましょう、まあ、ここね逃がしちゃダメなんですよ。で飯田くんがめっちゃ走ってるんですが、もう関係なくこれ多分回復するんですけど、そこに対して今度はね長距離射撃のガンマを当てていきます。で回避方向にたまたま飯田くんが行ってくれて、なんとかね倒すことができましたね。ガンマが意外とねかなりの長距離当てることができるんで、まあアルファとベータが近距離向けなんですけど、ガンマで唯一こう長距離に対してアタックできるんでね、積極的に使っていきましょう。ただまあ注意事項としては発動が遅いんでね、敵の動きを先読みしなければいけないのでね、そこが要注意ですね。で上から爆豪くんが撃ってきたので一回滑り台に隠れてから回復します。でこの滑り台登れないんですが、横の建物から行くことができるんでね、皆さんもぜひ使ってみてください。でこの後ね滑り台に対してベータを撃っていて、滑り台をお掃除してますね。このプレイ結構大事ですね。この滑り台上にいる敵はねかなりのプレッシャーを感じて降りるしかありません。もう恐怖ですね。で敵が全員下に降りたので、この下に対して今度はねあの盾を展開していきます。で唯一先ほども説明したんですけど、イバラちゃんが怖いんですが、イバラちゃんに対して2発プレッシャー当てていって、爆豪に対してアルファを打ってダウンしたので、今度またイバラちゃんに標的を移していきます。でここ特に分かりやすいんですけど、無敵時間の敵に対しては深追いしない方がいいです。一回離れて別の敵に狙ってまた戻ってくるっていう感じにすれば、こう盾をね無駄なく使うことができるんでね、非常におすすめな使い方ですね。この使い方を覚えておけばかなり戦闘をやりやすいんじゃないかなと思います。やっぱ1体に固執しすぎると良くないですね。やっぱタンクキャラなんで、できるだけねいろんな敵のフォーカスを振ってあげたり、いろんな敵の攻撃を阻害してあげるのが大事です。もうサポートっていうかね、もはや役割的にはアサルトと言っても過言ではないような感じのヤオモモですね。でラスト1枚の敵がどこかわからないなっていう状況なんですが、味方の爆豪が攻撃されていますね。でダウンしてしまいました。なのでアンチ外にいる飯田くんなんですけど、この飯田くんに対してね爆豪を守るために、ね、しっかり詰めていきます。はい、弾きます。でプルスウルトラ使われたんですけど、このプルスウルトラに対してはねアルファ打っていきます。やっぱ飯田くんはね接近しないといけないので、このアルファが非常に厄介ですよね。だいぶ邪魔されていますね。で今度はまた縦展開して、今度は僕がねアンチ内に行きますね。もうアンチ外ダメージが痛いんでね、とりあえず逃げていきます。これ超ギリギリ生き残ることができましたね。で味方も回復入れてきてたんで、最後飯田くんにね角切り入れましょう。飯田くんくるくる回ってますね。かまってほしそうです。というわけで GG ナイス。というわけで今回ね、ヤオモモの15キル動画解説していきました。もうねぶっちゃけ今の環境めっちゃヤオモモ壊れてるんですよね、まあ、正直壊れてるキャラが多すぎて、もう意外とバランスでもはや取れてるんじゃないかみたいな、もうそれぞれのキャラごとに壊れてる動きがあるので、それを押し付けていけばいいなっていう感じですね。まあキャラ同士の相性もあるので、特にヤオモモは飯田と相性がいいですね。飯田大好きです。というわけでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回なんですけど、ヤオモモが飯田くんとつゆちゃんに対してめちゃくちゃ強いというわけで今回使ってきました。まずヤオモモなんですけど、ベータが非常に強力ですよね。ただこのベータレベル9にならないとちょっと距離が短いから、クールタイム上がるの遅くなっちゃいます。で具体的につゆちゃんとか飯田に対してどれが強いかっていうと、まずねこのベータもつゆちゃんとか飯田くん全部弾けます、攻撃。そしてですねこのベータで近づいて、やっぱり、ね、飯田くんとかつゆちゃん足が速いから逃げられちゃいます。なのでベータで近づいた後アルファを決める。このアルファが範囲攻撃プラスアルファひるみ効果があるので、つゆちゃんとか飯田くんはねほぼ確で120から150ダメージ食らうぐらい食らうことになります。だからねベータの次にアルファを近くで使ってあげる。そうすることによってねつゆちゃんと飯田くんめっちゃ簡単に倒すことができます。まあつゆちゃんはね基本的にヤオモモに対してベータ振ることはできなくて、飯田に関しては近づくことすらできないっていう感じなんで、マジでヤオモモ強いです。というわけで使っていきましょう。アルファ食らうね、アルファ。こういう時は深呼吸よ。おい、セーフエリアに入っていますわ。おい、やっぱいいでもいいじゃん。
ブーン。あ、緑くん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 。ピシピシピシ。待って待って、緑谷くん、待って待って、緑谷くん、待って待って、逃げられた。まあでもこのせいで飯田は 2v1。 あ、待って、 2v1 でもなかったな。でも面白いな。あ、待って、これもしかしてトトロキじゃない、これ。完封でき、ヤオモモが完封できるキャラじゃん。ちょっと待って、マジでトトロキに対しては最強なんだよ、もう。なんだろう。くそ。そこ！そこ！お前は何も守れない。私は盾の勇者。そこには私、ケーキの子、私が、ちょ、私が来たし、ダメじゃ。お前、さすがにちょっと守れんて。スイちゃんも守りきれてないと思う。俺、柱の手ね、柱の手。はい、倒した、オッケー。早すぎ、落とす。この端っこで、この端っこで、ほら、あ、まだ走らないで、めんどくさすぎる。これで緑谷くんをしばいて。でも緑谷くん守られてね、なんか変な。全部物資が弾けちゃって。ブス。はい、こんにちは。はい、こんにちは。どうも。はい、もう一回こんにちは。え、いいだけダメよ。それはダメ、許さないよ。それは。それ許されないから、基本的に。一旦ね、これ縦キープ、縦キープ。縦タイムね。縦待ちタイムですけど。で、ダビがいるからダビを引いていく。はい、ダビ引いて。こっちドリフトうまいぞ、マジで。ドリフトプロやぞ、こっちは。いるぞ、いた。いた、ゲット、いた、ゲット。貼り付け、貼り付け。いたに貼り付け、いたに貼り付け。逃がすな、こいつ。こいつ逃がすな。ちょ、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 これドリフトの勇者、もはや。ドリフト、ドリフト、ドリフト。ナイスナイスナイス、すごい。あ、いましたね。いますよ、いますよ。あ、霧島？ああいう霧島？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 なんか、あ、つゆちゃん飛んできた。霧島？つゆちゃんゲット、つゆちゃんゲット。からの？つゆちゃんゲット、からの？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 危ない危ない。からの無敵だから、食らってないからダメージ。こっちはもうノーダメだから、ノーダメ今のところ。いって、これちょっと、やっぱ霧島なのか。俺ツーちゃんに対しても強いから、ちなみにこの生えた時、ただ走ってるわけだから、戦場、戦場の走りは八百万もも。でツーちゃんいるから、これアルファ当てていって、ツーちゃん割っていって、で俺また牛一体はね、あなた。よし、死ぬ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 。これ死にそうだ、関係ないからもう。ひたすら頑張って、一生懸命走ってるけど勝てんのよ。どれだけ一生懸命で走れるか。この盾を信じれるかどうかだから、すべて。それ以外は問われてない、正直。盾信じれるか否か、それだけ。あ、死ぬ！でもこっからの、ここでも盾を信じれるかどうか。関係ないからね、もう敵がどこいようが。盾を信じることが大事だから。このね、完璧な夫人。あら、かわいいお顔。15
15。なんか行くない？行くぜ。そっちか。すべてを弾く。俺は盾の勇者。すべてを弾くもん。いやーコンプレス生き残るな。いった。最後ね、行くぜ行くぜ。おい、どこ行く、どこ行く、どこ行く。アルファ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 、そのアルファから逃げ切れない。アルファ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 、盾、アルファからの盾。オッケー。おいでくれ、これマウントレディー。なんかマウントレディーもいけ、いけ、いたない、今なんかもう一回マウントレディー。あ、いけなかった、当たんなかった。マウントレディー、あ、しがらきー、ファイト、ファイト。ちょっと待って、アルファアルファ、すぐ後ろ。はい、もう完璧完璧。ちょっとマウントレディーさん、ちょっとさすがにでかいっす。あ、なんか今しがらきだな。マウントレディーさすがに、さすがに倒した。着地狩り。オッケーオッケー、残り3。もう話弾き返す。もうトガちゃんの吸収すらも弾き返す。待てトガちゃん、逃がすか。ここだ。最低マジで。ペチ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 。エリア変動は完了したぜ。また動くときに告知してやるから安心しな。回復しようか、一旦一旦回復。一旦ね。あ、飯田じゃなかった今目の前に。飯田がいた気がする。行って。ここアルファ。ここはアルファ。アルファの次にすぐ縦張る。でくるって回ってから。もうプルスーターも弾き返す、関係ない。はい、でここね、あ、味方がアルファ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 からのベータ、アルファからのベータで、コンプレスを引き殺していく。でもイーダの逃げ場はない。もうイーダ飛んでるよ、飛んでるけど関係ないもん。ナイスー。あと1枚。あ、さっきのコンプレスじゃない。もうそろそろ死ぬんじゃない。コンプレス、そろ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 。あー強すぎる。コン、いや、重も強すぎる。盾の勇者だよ本当に。もうつゆちゃんに対しても強い。君はヒーローにな、君はヒーローになれる。つゆちゃんに対しても強いんだよ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。皆さん盾の勇者ヤオモモ使っていますか？今回のアップデートでね、ベータのクールタイムがめちゃくちゃ長くなっちゃって、なかなか使いづらいんじゃないでしょうか。というわけで、そんなヤオモモの使い方は今回解説していこうと思います。今回の動画内容としては、解説からのプレイ動画解説でいきます。では行きましょう。はい、では解説していきましょう。ヤオモモなんですけどね、前までだったら盾2個使った後すぐクールタイム上がってもう1回使えるよっていう感じだったんですよ。この後、この走ってる最中にもクールタイムどんどん長く溜まっていくんでね、この後3、4秒したら2個目が使えたので、もう1回使うことができたので、もう全然隙のない盾キャラクターだったんですけど、今回からは結構結構長め、7、8秒をこのアルファとかローリングで耐える必要性が出てきたので、ちょっとリスキー、ちょっと盾使って突っ込むのがリスキーになりました。でもそれの耐え方、結構簡単に耐えることができて、7、8秒ってね、長いように感じて意外と短いんですよ。でそれを耐えるためにはまずこうやって突っ込みますね。バーッ突っ込んでいきます。はい、突っ込みました。まずね、この盾を利用するんですよ。この盾を利用してこの裏でローリングして、この間からアルファアルファ、これで耐える。で、つゆちゃんとかが来る可能性ありますよね。つゆちゃん来たら、もう普通にアルファで弾く。で、爆豪とかが撃ってきたら、この盾で耐える。
だから意外と7、8秒耐えれるんですよ。でもし敵のプレイヤーがね裏回ってきたらローリングでこうやって回避してあげて、こう逆にねあっち側盾で守ってあげるって感じですね。反対側を盾で守ってあげるって感じにすれば全然耐えれるんで、この盾の耐え方今回紹介していこうと思います。大まかにまとめていきましょう。少しね今話しちゃったんだけどね。はい、まずその1、盾を展開して終わりました。終わった瞬間敵が詰めてきますってなったら、後ろ狙ってきますってなったらローリングでまず回避、敵と自分の間に絶対盾を置きましょう。そうすれば敵は攻撃することできませんよね。でここで耐えてあげて、まあ、アルファでね敵が詰めてくるようだったらアルファ打ってあげる、詰めてこないようだったらちょっとここで待機待ちで、上から来るようだったらローリングで回避で近い敵にどんどんローリングで上にいる敵に近づいていってアルファをぶつける。このアルファぶっちゃけどのキャラクターに対しても勝てるんですよ。飯田の蹴りとかもこのアルファ弾くことができるんで、かなりこのアルファを使うことが大事になってきます。今お話しした3つが盾使った後の対策ですね。遠距離キャラだったら盾と自分の間に体を挟むで、近づいてくるようだったらアルファを打ってあげる、で上からの奇襲だったらその敵の着地点を遅くしてローリングで詰めていく、でアルファみたいな感じ。まあ臨機応変に対応することが大事なんですけど、まあもちろんね敵が3人いるんで状況状況に応じて自分の立ち位置変えなきゃいけないんですけど、基本的に1体にアルファ当てちゃえばその敵はひるむんで、でひるんだら大体 3,4 秒ぐらい確保できるんですよ。だから本当にアルファ当てる重要度が上がったよっていう感じですね。ただ基本的にはベータ上げで大丈夫です。このアルファなんですけど初期から8発ある上にもう普通に120ダメージ、レベル1からマックス3発当てれば120ダメージ食らう結構痛い攻撃ですので、まあ、アルファレベル1の状態でベータを上げて立ち回るっていう感じですね。はい、では実際の試合いきましょう。というわけで八百も実況していきましょう。まず初動かぶりで雷くんがかぶっていますね。この雷くん縛いていきましょう。アルファ、この初動のアルファが非常に強力、3発当てれば120ダメージ、結構120ダメージででかいからね。でここはしっかり盾で弾く。もう雷くんかわいそうにひるんじゃってるね。もうひるんじゃうんですよね。で起き上がり際にアルファ、もう八百はねあの置き攻めができるんでね、もうこいつまあチートみたいなもんですよね。はい、置き攻め、雷くんも瀕死、あもう倒されましたね。なのであとはねこれ盾で引き殺していくだけですね。この盾ね初動でもね結構格殺性能高いんで非常に凶悪です。さあ爆豪がいたんでここもね盾で引きずり回していきましょう。さあ逃がさないぞ逃がさないぞ逃がさないぞ、逃げるなよ、逃がした。じゃあケアパーキャスりましょうか。さあ次はですねもう盾がレベル7になりましたね。敵同士がやり合ってる中突っ込んでいく盾の勇者、今回ねベータのクールタイム非常に長くなりました。だがしかし関係なく突っ込んでいく。なんでかってどんぐらい弱くなったか分かんないからね突っ込まないと。というわけでもう一回突っ込みます。見てください、長い長い、もうこの時点でねもう長さを実感できますよね。まだ半分しか溜まってない。いやこれね本当にね回避の重要性すごい上がったなって感じです。まあ、ただ言うてねアルファが強いんですよね。今これちなみにアルファレベル1なんですけど全然強いんですよね。普通に勝てちゃう。アルファで時間を稼ぐって感じになったね。ベータのクールタイムの分をアルファでしっかり時間稼いであげる立ち回りになったね。で相変わらずトドロキ君に対しては最強です。で下のダメージも後ろのダメージも食らわないんでこの盾使ってる間はほぼ無敵かなって感じですね。まあ唯一なんかねダビとかはねダメージ食らったりするんだけど、しがらきとかもダメージ食らわないんですよね。これ不思議なんだけど、うん。さあ爆豪いたんでここ引き倒していく。129ダメージだからレベル7でね、レベルマックスだとめちゃくちゃ高くなります。さあしっかりねつゆちゃんに対してアルファ当てていく。まあつゆちゃんに対しては盾も強いんですけどアルファが強い。しかも今回ねつゆちゃん弱体化食らってね、やなおヤボモに対して厳しくなったかなっていう感じです。さあトドロキミの音がするからアルファで弾いていく。さあひるみダメージでもう盾が回復、そして盾を展開。トドロキミのベータなんて関係ない、その氷は意味ない、マジで意味ない。なぜならヤボモ最強だから。さあアルファで仕留め切っていきましょう。アルファね、このアルファしかもね格殺性能も非常に高い。さあマウントリディが突っ込んできました。で横でマウントリディ今入ったぞ茂みながんとこーナイスー。さあマウントリディしっかり縛いていきましょう。アルファで縛いていく、大砲だねこれね、しっかり大砲でいく、はい、巻き込まれていく。でここでベータがレベル9になりました。残るはマウントレディを縛くだけ。プルスウルタロー疲れてしまった。ここアルファで弾いていく。もうこれねちなみにアルファレベル1なんですよ。もうレベル1でも十分に役割を果たしてくれる。なんなら爆豪とかよりも全然いいんじゃないか。いや爆豪の方がさすがに強いかレベル1は。さああとマウントレディなんですがどっかに行ったのでとりあえず回復したいなっていう感じですね。これ盾を弾かれちゃいましたね。盾のねこう展開の瞬間攻撃されちゃうと弾かれちゃうんでね、そこ気をつけながら戦っていきたいですね。いやでもねにしても今回のヤモモ脳筋キャラじゃなくなったね。
本当に脳筋キャラじゃなかった。ちゃんと頭使わないと勝てなくなりました。ここはつゆちゃんを盾で追いかけ回していきます。はい、つゆちゃんに頑張って逃げてますけどね。でここ来たんでアルファで追い返していく。まあ前までのつゆちゃんだったらアルファのダメージ100だったんでダメージ取れるとイーブンぐらいだったんですけど、もうね近づいてきた瞬間ヤオモロがダメージ取れると勝ちますよ。だってつゆちゃんアルファの攻撃力めっちゃ低くなったもん、ベータも低くなったもん、全部低くなったもん。でここは一旦危ないんで一回逃げていきましょう。味方がねつゆちゃんダウンしちゃってるんでね。さあここダウン隊のつゆちゃん回収しようとしたら横から緑谷くんに撃たれてしまいましたね。でもなお諦めずにつゆちゃんを回収しに行ってます。やっぱ回収して味方全員で戦いたいからできるだけね。ここはねついでに戦場を荒らしていきましょう。オールマイトの攻撃も全て無効化。待てオールマイトか、この竜巻も無効化できる、知らなかったでしょう。でベータ使ってきたんでもう一回ね突っ込んでいきます。ここは逃がしちゃったかな。でつゆちゃん来たけどこれアルファで弾いていく。アルファレベル上がってちょっと41ダメージになりましたね。で来たぶんねアサルト積んでるんでちょっとダメージ判定するか。なんかつい爆豪ハウザーインパクト弾かれる、かわいそすぎる。いやもうベータほんと優秀だよね。もうねこれね後ろの攻撃食らわないのがマジでやばいんですよね。さあ神崎くんが近づいてきてるんでね、今見た今見た、しがらきの地面攻撃も弾いてしまっている。これもうほんとズルですよね。ここは一旦回復を入れていきましょう。ちょっとね危ない状況になってしまってはいますね。もう味方もダウンしてしまって全滅しちゃった。ここはねなんとかチームを生き返らせて終盤勝ち切りたいところですね。残り4部隊っていう状況です。非常に嫌だ。でアルファをやって復活させたんですけどまたダビが死んじゃいましたで、まあ、2人とも回収して起こしきってあげて終盤戦に備えましょう。でしっかり仲間を蘇生したらヤオヨロズラギバーグを味方にあげての、そしてスキルレベルアップカードも使ってあげての終盤戦来ましたね。ラスト終盤戦敵の構成めちゃくちゃやだ。爆豪つゆちゃんリーダーが見える。そして神谷くんいますね。神谷くんははっきり言ってカモなんでカモナギくんですね。このカモナギくんは正直しばき倒せるんであんまり気にしなくていいです。さあ神谷くんが上に登っていってますね。まあ、なので僕も一旦ねこの上ポジから展開していきたいんで上ポジから制していきましょう。プルスウルトラ持ってるね、プルスウルトラのことで考えつつ戦っていくのがいいかなと思います。ここねしがらきくんダメージ食らいましたね。まあたまたま食らいましたね。まあほとんどの場合食らわないんですけど、たまにねこう後ろ中心地から後ろを向くと食らったりするんですよ。だから判定が中心から外側に向かってるのかなっていう感じです。しがらきのあの円のやつはね、さしがらきくんいるんで案違いにこれは吹っ飛ばしていきます。逃がさない、こっちには来させないでって思ったが下に降りていく。さあ雷くん、カモナギくんがいるんでね、カモナギくんに対してアルファしっかり当てて、もうアルファレベル9だから60ダメージ、1回当たれば180確定で入るもんだよね。これ非常に強力。なんならこうアルファ上げもありなのか、いやなしだな、アルファ上げはなしです。やっぱベータ上げだね。ベータ上げないと無敵がないからきついね。やっぱベータ上げだね。ヤオモモはさあ目の前に爆豪がいるのでちょっと厄介な爆豪を先にしばいていきましょう。2発当てていく。よかったね、攻撃の瞬間無敵が解除されるんでね。うまいプレイヤーほどヤオモモ結構引っかかったりしますね。攻撃の瞬間たまに忘れちゃうんですね。僕も忘れます。さあ上に向かって爆豪を追いかけています。もう最終円でエリアも狭いんでね、もうぶっちゃけ追いかけ回すだけでいいです。これ PU 溜まってるんですけどまだ温存したいというところでね、爆豪君追いかけ回していきましょう。でここでやっと PU 使っていくと。でこれで盾のねクールタイムを回復させて爆豪に回復の隙を与えません。さあ爆豪倒していってアンチ外まで吹っ飛ばしていって最後アルファ一発当てようと思ったけどアンチダメージしましたね。でここ目の前にしがらきがいるんですけど、この盾を展開してから PU の弾きも効かない。だからそのままの勢いで追いかけ回して180ダメージ。これねなんかねバグなのかな、バグな気がするんだけど、なんか PU バグってる気がするんだよね、ちょっとね。この間ね、プルスウルトラ、昨日かな、昨日プルスウルトラ使ったら、なんか知んないけど、全スキルがレベル9表示されてるので、レベル1のダメージで反映されてたんで、若干バグが増えたかもしれないです。皆さん気をつけてください。というわけで、あと、つゆちゃんを追いかけ回していくだけ、アルファを当てていく。60ダメ、もうつゆちゃん逃げるしかできない。この最終盤、本当にさ、つゆちゃんなんもできないんだよ、思いに対してね。もう逃げる場所がないから。終盤に関してはつゆちゃんヤオモに勝つことはできません。 GG ナイスというわけで勝ち切ることができました。まあ、若干ねやっぱベータの隙が気になるんですけど、ローリングとかアルファを駆使すれば全然生き残れるって感じですね。まあ、本当に脳筋盾キャラじゃなくて脳ある盾キャラになりましたね。ちゃんと脳みそを使って立ち回らなければいけなくなりました。というわけで GG、 最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしく。バイバイ。やっぱ剣道さんちょっと地味にきついな。あーちょなんかすごい気持ちいい、ちょなんかなんかわかんないけどすごい気持ちよかった今。敵の攻撃で
やばすぎる。俺使うしかないな。使っちゃおう。行くぜ。お紅茶飲みます？嫌です。おいおい、ここどこだ。ん？どうする？どうする？どうする？いや、どうする？よいしょー、飛びますよー。よいしょ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 。殺せ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 、イダ殺せ、イダ殺せ、イダ殺せ、あのイダ殺せ、あのイダ殺せ、あのイダ。ずるいぞお前、やれ。あ、ナイス。なんか足すね。あ、届き。今からこれいじめじゃないからね。これいじめじゃないからね。勘違いしないで。これはいじめじゃないです。別に。これ違いますから。ちょっと待って。ナイスナイスナイス、いいよ。こいつこれさっきのロビーのやつだ、こいつ。こいつロビーのやつだ。ロビーの霧島だ、こいつ。ありがとう。ブス。いや、あのヤオモモのベータが強くないって言ってる人はまだね、ドリフトテクが分かってない。ドリフトテクがやっぱベータ ドリフトだから強いの。ドリフト、あ、寄った方が良さそうな。寄るか。え、ペレスさんだ、ここ。そこ、あ、来た。次行くよ、次行くよ。ここでアルファ。もうこのね、コンボが、あ、壊しますよ霧島くん。ダメです、危ないですよそれ、かなり。あ、ちょっとそこ行きった。マジで強いわ。いただきまーす。いた、わかった、喧嘩しよう、隠しよう。あ、全体でいいや、全体で。いや、起こされてる、バレてる、バレてるな、バレてるバレてるバレてる。あ、危ない。ここで回復しよう。オッケー。あ、味方死んだ、マジか。ちょっと間に合わなかったか、申し訳ねえな。まあでもしょうがない、しょうがないな。ちょ、しょうがない。おい、裏じゃない。いってー、きちい。これちょっときちいっす、先輩。さすがに逃げていいっすか先輩。これちょっときちいっす。起こせるかな、エンデバーどっかで。アルファからのベイト、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 ワンマーベイト、ワンマーベイト、ワンマーベイト、霧島、トドローク、アルファ、アルファ、アルファ、ガンマ、アルファ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 、からのベイト、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 アルファ、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 ガンマ、ベイト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 、アルファ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 。あぶね、あぶね、強すぎるわ。ちょっとトドロキ君はね、ヤオモモに歯向かっちゃいけないんですよ。基本逃げなきゃいけないんだよ。でもさっきのトドロキ君はちょっとでも戦う姿勢見せたでしょ。あれね、戦う姿勢見せちゃいけないのよ。逃げないとダメなのよ、距離取って。勝ち目ないから。あ、いる敵。お、待てこれ。やっぱ剣道さんちょっと地味にきついな。あ、ちょっとなんかすごい気持ちいい。ちょっと待って。なんかわかんないけどすごい気持ちよかった今。危ない。あなたは危ない。ちょ、
かんない、敵の位置が。わかんないから、先にとアルファ。あ、わかんない、わかんない、わかんない、全然わかんない、全然わかんない。わかんない、わかんない。いやー、ごめん、なんか引いちゃった。危ない。ちょっと待って。あれ。わかんない、もう。ほら。ちょっとやめてもらっていいですか。え、なんか死んでる。回収しないと。逃げろ。分かってるよ、スーちゃん。お前が来ることはない。よし、逃げていこう。起こしちゃう、これ。した。準備できましたか？使いましょう。うわ、怖い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 。おかえり。はい、ラッキーバック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 。あさってくれ、これ。いいぞ、食べてる。あ、エンジン、ちょっとエンジン、待って、エンジンが、待って、エンジンが上いる。そう、あのエンジン。あのエンジンしばきたいな。なんかいけそうだな。弱そうだぞ、あのエンジン。あ、結構逃げ腰だ、このエンジン。待って、やばい、やばい、やばい。このね、ケンドちゃまずい、ケンドちゃまずい、ケンドちゃまずい。逃げまーす、ケンドちゃんからは。さよなら。ケンドちゃん無理だからね。あの、ヤオモモも無理なやつは無理だから。そういう時は素直に逃げる。無理な時は逃げる。任してください。はい、オッケー。全員回復、全員回復で全員ハッピー。アルファ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 。アルファアルファアルファ。エンジタイマンだ、エンジアルファアルファ。エンジタイマンだ、お前エンジ。あいつないぞ、ブーストも。かわいそうすぎる。スタックしてた。スタックエンジだ、スタックエンジ。おい。おい。さらばエンジよ。おい。かわいそうすぎる、スタックエンジ。アルファ、アルファ、アルファ。かわいそうに。岩挟まってて。あれ？ケンドちゃんいるな。あいつ吹っ飛ばしていけんじゃん、もう。ナイス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 。オッケー。あ、待って、最低だこいつ。ほら、させない。待って、やばい、これ待って、まじ。封鎖。あ、ちょっとマジでまず。回復しよう。ちょっと待って、マジ。こいつらなんだ。どけ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 。やばすぎる。なんか俺使うしかないな。使っちゃおう。背に腹は変えられん。しちゃおう、しょうがないもんこれは。よし、使わざるを得ない。最終アンチまで持っときたかったけど。やめとこう、やめとこう。マジ無駄な争いやめよう。マジやめよう、無駄な争いは。望んでない、そんなことは。誰もやばいやばい、ちょっとやばい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 、激戦すぎて笑う。もう来ないでくれ、構わないでくれ。神から暴れるか。よいしょよいしょよいしょ。
よいしょよいしょよいしょ。ピチ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 。あー、敵同士なんだそいつらは。危ないよ。マウント出てきたな。めんどくさいね。味方回収一応できたから、蘇生カード落ちないかな。どっかに蘇生カードありそうだけど、この中いくら。あ、2個あったけど一応まあしゃあないか。こんなもんか。もう1個あれば熱いんだけどな。ちょっと失礼しよう。あの人出したからカード。あ、いってちょっといってえな、俺やべえな、俺一回逃げよう。やばい、死ぬ。ちょっと待って、まずい、これはね非常にまずい。おる、やめとき、喧嘩売ってくんの。おい、何、もう最悪なんだけど、これマウントリーに行かれるの。マジかマジか、これワンチャン勝てたぞこの試合。くそくそ、みんなでみんなでやっぱ3人か、こっちのパーティー。あ、別パフェはでも備えたぜ。ワンチャンから一番だ一番ダメージ取る。でもはい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、ヤオモモのアルファーゲ試してきました。いや、めちゃくちゃ強かったんで、ぜひぜひ最後まで見てください。まずは初動爆豪と被ったので、アルファ3発当てて吹っ飛ばしていきます。まだね、爆豪いるんで、ね、これアルファ当てていきたいですね。一発当たった。さあ、これ追い詰めていきたい。ベータで立てて追い詰めていって、敵の逃げ場がないから、ここはアルファで仕留め切っていきます。さあ、フィニッシャーしちゃいましょうか。いただきますよと。マウントレディ近くに行けど、マウントレディもフィニッシャーしてるね。さあ、いただいていって、アルファ上げて、マウントレディに対してアルファ打って吹っ飛ばしていって、 44×3 ダメージ、132ダメージですね。美味しいですね。爆豪じゃなくて、オールマイトがいるから、このオールマイトも縦で追いかけてあげての、周りチラチラ確認して、アルファ一発当てて、オールマイト逃がしたくないねこれね。と思ったら爆豪登場、盾使って一旦戦線離脱しようと思ったけど、オールマイト格殺できそうなんでね、このまま格殺しちゃいましょう。さあ、盾登ってからガンマで仕留め切っていく。ナイス、拾ってアルファ上げていきましょう。もうアルファがレベル5です。だいぶ強い。ケントちゃんが目の前にいるのでね、アルファ2発当てて、3発当ててあげての、150ダメージ稼いでいく。さあ、ここね、置きガンマでケントちゃんに牽制して、ケントちゃん追いかけていきましょう。逃がしたくないですね。これはローリングからのアルファで背後取ってダウン持っていく。これ格殺いっちゃいましょう。フィニッシュ。これでまたアルファがレベル上がった、レベル7になりますね。いや、意外とね、皆さんね、ベータ強いと思うじゃないですか。ヤモモアルファなんですよ、ずっちさ強いの。さあ、マウントレディ爆豪からのマウントレディまた行く。で、今度は爆豪アルファがないから盾を使うしかないですね。盾使って、いや、マウントレディが巨大化、ここで苦しい苦しい、この巨大化はきつい。でも盾で吹っ飛ばして、爆を狙う。爆をいけるよ。爆を一発当てて、マウントレディがまだ巨大化で、マウントレディ結構削ったからね、瀕死ですね。もうね、味方が倒してくれそうではあるが、どうなのかな。ちょっと渋い部分はありますが、これはもう縮小中にアルファ当て切ってあげて、あと爆をアルファ当てて、これはコンプレス後ろ来てるんで、盾アルファ当ててからの盾、はい、倒していく。ナイス、これで味方も倒してくれたから 2v3 勝っていくんですね。とんでもないアルファの強さ、これやばくないですか、マジで。このね、アルファが実はぶっ壊れてるんですよ。皆さんね、ベータがぶっ壊れてると思うじゃないですか。実際ヤオモンはアルファが強いというのを今回証明していきたいと思います。まあ、実際今初動ファイトでね、アルファがもう敵の行動を全て阻害して、爆豪とかオールマイトとか、まあ剣道ちゃんには弾かれてたけど、牽制として使って、まあ行動した瞬間弾かれちゃうんでね、まあスーパーアーマーついてれば耐えればするけど、まあ大体のプレイヤースーパーアーマーついてないから普通に勝ててしまうっていうね。では次の戦闘いきましょう。
さあセントラルに向かって走っていきます。いやとりあえずね、僕はねアルファとベータは強いと思うんですけど、ガンマはそうでもないなって感じなんですけど、皆さんなんかガンマのいい使い方ありませんか？なんかマウントレディに打つぐらいしかなくないですか？さあ味方のおちゃこちゃんが爆豪やっていたので、これカバーしに行っていきましょう。僕がアルファで逃がしません。でアルファで仕留め切っていく。これひどすぎだろマジで。この地獄のようなおちゃことヤオモモにずっと吹っ飛ばされ続ける爆豪。やばい、いくら爆豪でもおちゃことヤオモモに迫られたら何もできないですね。でこれ全体個性カード飲んであげての、奥でやり合ってるんでね、奥行ってあげましょう。おちゃこちゃんが暴れてますね。いや最近のおちゃこちゃんの暴れっぷりが本当にとんでもなくないですか？皆さんどうですか？おちゃこちゃんに関してね、ぜひ感想を聞かせてください。ついでにね、僕の今回の動画もね高評価よろしくお願いします。さあダビのトラップはアルファで解除してあげて、味方が今イバラちゃんと戦ってるんで、僕はダビをアルファで追っ払ってからのベータにつなげていく。このベータがマジでやばいんですよね。すべてのトラップを無効化し弾き飛ばしていきます。さあダビがいるのでこれアルファ仕留めようと思ったけど、味方がね車来ましたね、ミス車。ダビ逃がしたくないですねこれね。アルファ当ててあげてプルスウルトラ、もうこれはちょっと致し方ないんで、ちょっと距離取りながら戦いたいところである。でも盾が刺さってしまう。もう一回盾が刺さってしまう。もうシールドパーキング2回割れた。でガンマ使われて大ダメージ食らったんで、一旦逃げて回復してあげましょう。いやーマジで強いな。いやこれ食らっちゃったのでね、フィニッシュします。なんかねちょっと僕一つ気になることなんですよ。ヤオモモのフィニッシャーだけガチでフィニッシュしに行ってる説あるんですよね。ヤオモモだけなんかね槍刺してるんですよね。他のプレイヤーはパンチとかちょっと可愛らしいやつなんだけど、ヤオモモだけガチの殺人について話していきたいと思います。話すことはないですけどね。はい、というわけでね、残り4部隊になって KO 数も6と加算でいますね。ちなみにこれランクマッチなんで敵も強いんですよ、そこそこ。でもヤオモモが強すぎる。ランクマッチで敵が強い、でもヤオモモが強い。さて味方がピンを刺してくれてますね。ピンの方向に寄っていきましょう。ちなみに弱体化されてからね、ヤオモモ減ってきたんですけど、なんかねベータそんな関係ないなっていう、こうベータに隠れて、今までこうベータが強すぎたがゆえにアルファが注目されてなかったんだけど、ベータの盾に隠れた裏にヤバいのがいましたね、アルファっていう。さあオールマイトがいるんで、これは3発だって180ダメよ。盾よりもダメージやばいからね。まあ盾に関してはこの無敵時間がとんでもないからやばいんですけどね。おちゃこちゃんがいますね。おちゃこちゃんに対して盾を展開して突っ込んできます。まあ、おちゃこちゃんはねヤオモモの盾に勝てませんからね基本的に。さあ仕留め切っていきたいところ、アルファ当てて3発当てて、今度はオールマイトにアルファ当てに行く。アルファ当ててでおちゃこちゃん当てに行く。この、ね、ダウンしたやつを1回放置してまた新しい敵を狙いに行くとダメージの最大化が図れます。あ本当にこう盾もそうなんですけど、ヤオモモはね1体の敵を狙うんじゃなくて、より多くの敵を巻き込んで戦っていくとめちゃくちゃ強い戦い方ができます。まあ、皆さんねいろんな使い方あると思うんですけどね、こうベータで1人に執着したりとかね、霧島なんかはね1人に粘着するのがめっちゃ強いんですけど、ヤオモモに関しては違くて、まあ、できるだけ多くの敵を巻き込んで振っ飛ばしながら戦っていくことによって味方のヘルスが全然削られない戦い方ができるんですよね。それが僕は非常に強いなって思ってます。さあ味方のおちゃこちゃんが倒してくれましたね。ナイスですね。これいらないっぽいんだよね。大砲をちょっとぶっ放していきましょうかね。はい、吹っ飛びましたね。この大砲はねフィニッシャーでいいんですよ。こうフィニッシャーで使うと何がいいかって、楽しい、人が吹っ飛ぶ様を見れるからひたすらに楽しい。まあいろいろありますよね価値観って。うん、人間いろいろあります。ラガさんオールマイトが飛び出してきた。ベータを使ってオールマイト追いかけていきましょう。オールマイト逃げてますね。あのオールマイト追跡して一生粘着していきたいと思います。あ粘着しないって言ったんですけど、まあ、残り敵一人なんでね、このオールマイトは粘着せざるを得ないですね。アルファでガードブレイクしていって盾で粘着してあげましょう。逃がしたくないですね。逃げないでください。ちょっと待ってくださいよオールマイトさん、遊びましょうよと思ったら奥に別パーティーがいました。さあ霧島ですね。皆さん知ってますか、霧島ってヤオモモに勝てないんですよ。どう頑張っても。今から見せますね。その霧島いますね。はい、効果中でも90ダメージ食らう。もう一回霧島吹っ飛ばして、もう一回吹っ飛ばして、もう俺見てくださいこれ、もうスーパーマン無効化してますからね。もう一回吹っ飛ばして、これ粘着しておきましょう。粘着、霧島はねマジでヤオモモ苦手なんですよ。どう頑張っても勝てないんですよ。ベータの盾をねこう弾く手段を持ってないので、どう頑張っても勝てない。トドロキ君もなんか攻撃立てようとしてるけどアルファに阻まれる。このアルファマジでぶっ壊れてるんですよね。これやばいんですよ本当に。さあ霧島150ダメージ、もう瀕死ですよ。直死ぬ。さあアルファ当てて、アルファ当ててダウン持っていく。さあ槍でねフィニッシュしましょうか。そしたらね間違えて盾使っちゃいましたね。さあ槍で
殺人で、トカちゃんがナイフ投げてるんですけど、あのトカちゃんをしばきに行きましょう。今度はね、こう喧嘩打ってくる敵に対して徹底的に潰す、それがヤオモモのやり方です。さあアルファ3発当てて180ダメージ、もうシールドクラッシュしますよ。でこれ縦展開してトカちゃんに粘着します。今度はアイ食らっちゃいますね。縦強いんですよ、縦が非常に。これアルファ決めようとしたけどベータ先にやっちゃいましたね。これはしょうがない。さあこれ逃がしたくないですね。追いかけていきましょう。どこ行ったトカちゃん、トカちゃんどこ行った、いた、見つけましたね。アルファを置いてダウン持っていく、強すぎ。何食らった今ダメージ、よくわかんないダメージ食らいましたね。さあフィニッシュ、殺人して最後の一人を殺人して終わりですね。この試合はどこにいるんだろう最後の一人。おちゃこちゃんの近くにいるっぽいですね。あ、おちゃこちゃんももう殺人あしましたね。というわけで GG ヤオモモのアルファ上げ今回試してきました。いかがだったでしょうか。僕はね使ってみて想像をはるかに超える強さだったので、ぶっちゃけベータ上げじゃなくてアルファ上げも今後検討していくのもありかなっていう感じです。というわけで皆さん今回も動画最後まで見ていただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。